スライルジャディー・リマッカル出身の同国代表のサッカー選手。ブネー・サフニン FC 所属。ポジションはミッドフィルダー。2002年にマッカビハイハイ FC に入団し、2006年の18歳の時にプロ初出場を飾った。2010年に セルティック FC に移籍するまでに公式戦で124試合8得点を記録。2011年1月には多くのスコットランドサッカー界の評論家から賞賛され月間最優秀選手賞に選出された。カヤルのファーストネームは時玉、ま、バイロムと本事される。マッカビハイファミッドフィルダーとしてプレーする前に、マッカビハイファイ FC のユースで FW として、 キャリアをはじめ、多くの得点を挙げた。16歳にもかかわらず、2004から05シーズンに U-19 チームへと引き上げられ、リーグとカップの2冠達成に貢献し、さらに優秀選手に選出された。17歳の時に2005から06、シーズン終盤戦のマッカビペタクチクバ FC 戦で、トップチーム初出場を飾りると最終節にも出番が与えられ、 最終的にリーグ戦で2試合に出場。クラブとしては3連覇を達成した。2006から07シーズンは公式戦に6試合出場。U-19 チームの方では首相に任命され、再びリーグとカップの2巻を達成し、リーグ戦のベータルエルサレム FC 戦でハットトリックを記録している。2007から08シーズンに公式戦36試合に、 出場とトップチームに定着することに成功し、同シーズンにはトトカップ、翌シーズンにはリーグ優勝を経験した。2007年にイタリアで行われたトルネオディビアレッジョに参加すると、アッコフ・フィオレンティーナ戦で同試合の最優秀選手に選出されるほどの活躍を見せたことで、イタリアのメディアから称賛された。また、コリエーレ・デラ・セラとガゼッタ・デロ・スポルトの両新聞社は、 イスラエルのチームに所属するアラブ人だと知ると驚き、そのことを詳細に知るために多くの時間を割いた。セルティック2012年、セルティックでプレーするかやる2010年7月29日に、セルティック FC と4年契約を締結し、背番号は33が与えられた。8月29日の FC、ユトレヒト戦で公式戦初出場を飾ると、 エフライン・フアレスの先制点をアシストし、さらに同試合の最優秀選手に選出と最高なスタートを切ったものの、9月にヘルニアになったことで、手術のため3ヶ月の離脱となった。12月26日のセントジョンストン FC 戦で後半から復帰、2011年1月2日にグラスゴーレンジャーズとのオールドファームで先発起用された。 2011年1月度の月間最優秀、選手賞に選出され、長期の離脱を感じさせぬ活躍で、ニール・レノン監督から賞賛された。カヤルの思考と性格が、スコットランドでの一期目に成功を収めるのに、重要な役割を果たした。4月9日のセント・ミレニ FC 戦では首相を務め、12日のセント・ジョンストンで遺跡後初得点を記録。 5月1日のダンディー・ユナイテッド FC 戦で、ホームでの初得点は長距離からのものだった。4日のインバネス・カレドニアンシスする FC 戦で、相手選手のロス・トークリーとの衝突で、脳震盪の疑いがあったため後半に離脱し、その際に手首を骨折したことにより、2010から11シーズン残りの欠場が決定した。2011年9月10日のマザーウェル FC 戦で2度目の、 首相を務め、スコット・ブラウンが足首の負傷により離脱している間も首相を務めていた。2011年12月28日のレンジャーズ戦で相手選手のリー・マッカロークからタックルを受け、試合残り13分にピッチを後にした。同試合はセルティックが1から0で退け、リーグ戦の順位を首位で折り返した。4ヶ月後に負傷から復帰し、 同シーズン最終節のハートオブミドロシアン FC 戦で試合に復帰した。様々な世代別代表を経て2008年9月6日のスイス戦で A 代表初出場を飾り2011年3月26日に UEFA ユーロ2012予選のラトビア戦で初得点を記録した。同じ中盤のアルモグ後編ビブラスナトホと共に 近年低迷するチームの中にあって明るい未来と期待されている。中央の MF として守備、セントラルと両方の役割をこなすことができる。攻撃よりも守備能力の方が有名だが、前線に絡む攻撃的 MF としてもプレーが可能。高いスタミナによるハードワーク、そして粘り強く激しいタックルをする選手として知られ、またパス能力や 素早い足を持つ。元セルティックにして、元イスラエル代表のエアル・ベルゴビッチは、カヤアルはテクニックもあり、スピードがあり激しい展開を好んでいるため、英国のサッカーは最適なもので、スコットランドのサッカーにもすぐ適応するだろうと、語っている。ありがとうございます。